ガキ岳は、飛騨山脈にある標高2647メートルの山。山体すべてが、長野県に属し、中部山岳国立公園内にあり、日本200名山に選定されている。高瀬川の支流の源流の河口岩質の山である。北西約5.1キロメートルの位置に、高瀬ダムがあり、北約4.8キロメートルの位置には七層ダムがある。 山頂には山東三角点がある。山頂周辺は森林限界の廃末帯で、そのされ基部に高山植物の小草の群生地がある。山頂直下約100メートル南には昔ながらの山小屋であるガキ小屋がある。山名の由来は安曇野から見上げる岩壁がそば立っているので、崖だけが点火したとする説もある。または、 麓の長野県大町市には工術の楽器の伝承も残る。2009年7月18日には、麓のエリアに、国営アルプスあずみの公園大町、松川地区部分が開園し、観光名所となっている。登山ルートは、厨房温泉から東沢の利越へ直接登るか、または北アルプス三大急登の一つである合戦尾根を、登り切り、つばくろだけを経る場合と、 白沢登山口から入るコーストがある。登山道には、はしごや山道が設けられている。ガ岳から北西に、尾根に沿った唐沢岳への登山道がある。常年山脈の北端に位置し、槍ヶ岳へ向かう氷銀座コーストは、反対方向に当たるため、登山者は少ない。白沢登山口名爆紅葉の滝から、名湖岩ド目の滝最終水場から、 大蘭山マイナス百曲がり引く、ガキタケ小屋ガキタケ山頂ガキタケ山頂コルエ、下るガキの後部巨岩から険しい岩場滑落注意、唐沢ガク山頂直下加工岩のザレ岩登り滑落注意、唐沢ガク山頂、古畑特殊家、伊藤隆史門がキ創し長野県側の麓の安曇野の里からは、常年山無薬ガキタケ後ろ立山連邦と、連なって見える。ありがとうございます。